皆さんにご報告がございます。皆さんこんにちは、森崎アリスです。今日は皆さんにご報告がございます。もうすごく切ない話なんですけれども、あるものとお別れをしようと思います。家です。はい、ということで本当にテンションが上がらない動画なんですけれども、この背景に今なっている家を壊したいと思います。まあ、壊すと言ってもですね、リニューアルをします。この家ね、この上今から映すんですけれども、この下はね、特になんで解体しちゃうのって、なんで壊しちゃうのって感じで、まあいろんなね、本当にお友達が来てくれて歌ったり踊ったり壊したりしてくれたんですけれども、もう完全に劣化してしまいました。でこれから映すところを見れば、あーこんな感じになってるんだっていうのもあるんですけど、塗り直せばいいんじゃないとか貼り直せばいいんじゃないとかっていうね、意見をいただくかもしれないんですが、耐久性の問題がありまして、まあ塗っても貼ってもですね、装飾系のこの今見えているこの葉っぱとかね、お花とかの問題で装飾の方がちょっと重かったりして、貼ったりとかしても結局その貼ってるシールより装飾の方が強かったりしてベローンってなっちゃったりとかしてね、結局は取れちゃうっていうことが判明して、約2年すごくお世話になった家ではあったんですが、壊したいと思います。はい、ちょっと見ていきたいと思います。まあね、こんな感じになってるわけですよ。アリスルームって書いてあるところね、見てください。こんな感じになっちゃってて、これが本来だったらもう上にあって、でここ今ベローンってなってるでしょ。でこっち行くと、まあ、こっちも見事に剥がれてるわけですよ。でこれシールなんですけど、なんでシールにしたのっていうと、スプレーとかにしてしまうと汚くなっちゃうっていうことで、ちょっと相談を重ねて結局シールにしたのに、こんな感じで、まあまあまあ案の定剥がれるよねっていう話なんですけども、でこっちの装飾が重いので、これがこういう形だったんですけども、はい、こんな感じでね、はい、貼り直したら取れてくるっていう感じでございます。こっちはこっちでもう本当にガッタガタです。あーって感じでございます。私は慣れてきました。一番ですね、ここ開けますね。開けると、はい、わかる、これ突っかかって開かないです。いつだったかね、地震、すごい地震あったでしょう。あの時かなんかに、なんかこうガタが来てですね、あーあーあー、もう開くようになってたんですけど、ガクンと板が一気に下がってしまったらしくってですね、結局開きづらくなってしまいました。ということでですね、こんな感じになってしまって、もうなんか私のオアシスだったのがただのジャングルになってしまいました。構築する前の段階で、これもともとベッドなんですよ。外国のこれ2段ベッドなんですね。この間兄貴が階段壊したじゃないですか。その時も作った人かわいそうみたいな意見いただいたんですけど、これはあくまでも土台がもう元々の階段が備え付けの階段なので、業者さんが来てネジで止めてってくれてっていう感じだったので、これ土台ごと作ったっていうわけではないです。土台が届いてからってなると、まあ2年くらい家にはずっとあった家だったんですけれども、ね、いざ壊してないとすごい寂しいよ。本当に寂しい。やっぱり思い出があったんで、ずっと夢だった家だったし、すっごい寂しい。改築していくわけなんですけれども、何にするのっていう話なんですね。で、ここ今1階がソファーが置いてある感じになってて、で、2階が寝れるような感じになってて、友達が来たらそこで寝たりとかしてたんですけれども、1階部分をちょっと工夫をしてですね、まあまあまあ、どうなるかは作ってみないとわかんないですね。なので、構築しているところ、とかでこれから解体するんですけれども、解体するところも全部収めておきたいなと思ったんですが、このカメラ自体ですね、1時間ぐらいしかなぜか撮れないんですよ。今から友達と解体していくんですけれども、解体をするところは多分撮れないと思います。もうこれが最後の風景になると思います。悲しいね。ここまでだって作るのにすごいかかって、すごい切ないんですけれども、あの感じを見ればね、まあしょうがないなって思うかもしれないので、次の
ピンクハウスどういう風になるのか、皆さん期待しないで待っていただけたらなと思います。テレビとかでもここを拝見 2,3 回ぐらいしていただいたぐらいでしかねやってなかったんですけれども、次のピンクハウスがグレードアップすることを祈って、この動画を最後にピンクハウス解体したいと思います。今までねピンクハウスをすごい可愛いって言ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。もう短い期間ではありましたが、私もこのピンクハウスをね帰ってきてみて、あー夢が叶ったって思いながらも、見るのはもうないんだなと思うとすごい寂しいんですけれども、次のピンクハウス楽しみに、私もね楽しみにしたいなと思います。作ったよっていう動画をもしかしたら出すかもしれないし、出さないかもしれないし、わからないんですけれども、とりあえずねそんな感じで終わりたいと思います。それでは森有でございました。おつわりです。